いや、でも目指してるところもないのに、なんでいろいろやろうと思う。いや、目指してるものがあるんやって、私は。え、うん、台湾写真集を本当に綺麗に撮りたいからやってんの。今撮りゃいいやん。いや、今台湾行ってないからやって。でも今一旦止めといて、うん、で、今の状態で撮って、気に食わんかったってなってからやればいいんじゃない。遅い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 、その。だから最終的に台湾写真集は売るから。売るよ、うん、全員そもそも売る予定のビジネスモデルになってるからまあまあ売ったところで大したことないんやけどちょっとまあオフ会で作ろうと思ってたからなんかこの辺の数ミリを変えるだけでその売り上げって変わらんか、うん、じゃあ最高の笑顔をするためにバッカラファット取るんだそうそう、わかる。ここのデコボコとかどうでもいいのよ。え、バッカラファットって何ここあるじゃん、梅くんさ、そこの口横にさ、ぽっこりしてるから。ここだよね。あ、これ、うん、これそうそうそう。いや、撮るの。そう。え撮ってどうすんの。撮ってどうすん。チャイボーグみたいな感じ。え、もうチャイボーグやけど、うん、これなくなったらもうチャイボーグ。いやいやいや、なんか本物のチャイボーグ見たことあって、なくなったかどうかなんか気づかへんかな、アロンさん。あのね、あの婚活のセミナーを実は一回上海でやったことがあって、うん、で、その時になんかチャイボーグがいたの、その現地のなんか人気者みたいに、うん、マジでエグい。でも確かに言われてみれば違いはこれだけ。絶対嘘。これなくなったらチャイボーグ。絶対嘘。ついさっき覚えたバッカルハットっていう多様性をやっていただいて、チャイボーグ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 完成。いや、この二人の会話絶対伸びそうやわ。チャイボーグが理想的なんだったらチャイボーグ雇って写真撮ってきてもらっていいの。別に自分じゃないといかんの。自分がなりたい、ね、自分の写真集を。そうそうそう、売れるわけない。ファンが買う。ファンを買う。ファンを作ってるんですよ。買うファンを作って、そう、マネタイズは写真集っていう。ちっちゃちっちゃ本当売ったら終わり。本当売ったら終わり。写真スタジオを作りたかったんやけど、本気で言うと。何写真スタジオ。あ、台湾っぽい写真スタジオを日本に作る、うんうん、え、その方がいいんじゃない。でも本当に最初考えてたの。いや、出資したる。令和の虎出たらビビる。でもよく考えて、うちが好きなんだってポートレートとかだから、うん、ポートレートって日本って撮影許可が本気で降りないんだよね。何ポートレート。あの外で撮ってる写真とか。あれなんで、え、撮影許可でいるの。いるいるいる。だから台湾であんなに自由に撮れてるのは写真、台湾だから。台湾だから。うーん、ついそことかで無理だよ。え、だったら普通にあれやけどね、その、まあ、台湾にも日本人おるのかもしれないけど、その、帯同ツアーみたいに作ったらいいと思うけどね。自分が一緒にっていう、まあ、最初はね。で、社員さん雇って、もう、日本からこういう感じでやりますみたいになって、で、もう、何泊ツアーみたいになったら絶対面白いと思う。うん。そういうのはまあやりたいよね。もうそこまで熱狂的になってくれるんだったら、ついてきてくれるんだったら。もう普通に行くよ。私本当に伝えたいのって、台湾写真で本当に始まったのって。だ日本の、だ台湾写真じゃみんな何で予約してんの？台湾の会社がやってんの？あ、そうだね。あの予約サイト の仲介がいるから。ああ、だからあれでしょ、私はもう直でやってるけど。パッケージツアーみたいなのがあるわけでしょ。台湾、HIS で台湾旅行行きます。で、パッケージツアーで写真みたいな。やっぱ、あの、ないよね、と。ないないない。写真。知ってる人しか知らないな、と。そうそうそう。普通予約サイトみたいな感じ？ああ、それ自前でやればいい。それもお借りする。なるほど。予約サイトと私はスタジオが作りたい。なんなら引き抜きたいカメラマンもいるし、メイクさんもいるし、うん、へえ。でも本当にずっと指名で撮ってるから。ああ、台湾人。うん、当然当然。いいんじゃない。ほんまになんかそれ成功したの気がする。それ余裕やん。人じゃないと嫌だっていうので、もうずっと8年間ぐらい撮ってもらってるから。10万の時に発表できるようにそれを準備したらいい。それいいかな。サービスを作ってって。でもじゃあアロンさんとチャラチャラしてる場合じゃないじゃん。いいんですよ、それも10万円の道やから。でもだって別にむっちゃ簡単で、だって向こうのその個人のカメラマンいて、うん、で、ツアー作ればいいだけやね。そうそうそう。ツアー作るんだったら旅行代理店ったら許可証いるんや。あ、いるかも。いるわ。いるんすけど。取ればいい。取ればいい。これめっちゃ簡単に取れる。株式会社梅子作って。うん。それはめっちゃやりたい。余裕あればいいやね。お金はあるよ。結婚から遠ざかるのは得意みたいやから。いや、だからやっぱ最後やっぱ私は結婚しない方がいいってなって自分で生きていくみたいな。でスタジオ、うん、ずっとやりたかったことをやっぱやるみたいな。
よく漫画を読んだ方がいい。漫画を。漫画のストーリーと同じですよ。分かったって、もう。よく漫画を読んだ。分かりました。じゃあ、あんたも協力しなさいよ。俺は全然協力するよ。だから、ちゃんとクローズのロールストライスを乗せてほしいの。いや、そういうのは全然いいけど。で、ちょっと落ち込む。で、レストラン連れて行って。安い食堂の。安い食堂のいや、個室やから、個室。やっぱ取りたいから。うん、何回か重ねたいよね、やっぱね。やっぱ、そう1回2回デートミスってほしいの、飯のチョイスとか。マジあいつやばみたいな。私めっちゃ魚介苦手なんやけど、そういうの欲しいよね。めちゃめちゃ魚の店とかで。今日あれでモテキ飾ってるわ、私のこと何でも分かるとか、何も分かってんやんね。もう世の中言ったもん勝ちやわ、みたいな。それで逆に多分、アランさん好感度上がると思うし。確かに。アーノさんって結構サイコパスやからね。モテッキ作れますって言っちゃってるのがちょっと痛いところで、でも実は作れないよって人がガーっていうことで、なんか上がると思う。お前はモテねえみたいなのでいい。作れてねえみたいな。いやもう。の方がいいと思うんですよ。じゃあそれで。いやどうします、これで今すぐ返事してください。やるかやらないかどっち。やるでしょ。めちゃめちゃ楽しみやわ。もうめちゃめちゃ楽しみやわ。じゃ あ, ひあのじゃあヒロインでヒーロー決まりましたね。よかったです。登場人物で一人増えたんや。偶然。二人宣言するならおすすめしますけど。それでもうずっと言い続けたらいいやん。でも本当に鼻は本当に綺麗だから二人にしたらマジでモテると思う。いいのよ。人エロ線。まあちょっと韓国っぽい感じなんですね。そうあんまりこうバチッとしちゃうと、なんかちょっとギラギラしちゃうから。今後は視聴者が期待してるのはドラゴン遅いとの恋愛を本当は放映してほしいんですよ。あ、だから言ったら違う、それが間違ってんだよ。言ったら恋愛じゃなくて、むしろ私は振られないとダメ。ワンピースと一緒で島が変わらなきゃあかんのよ。今ね、整形島だった。で、そこにいるドラゴン細いってやつと、なんかあるんかないんかみたいなのがおもろい時やったのね。うん、けど、整形がやっぱ人段落してしまって、やっぱ話題も気迫になってくるわけや、だんだん。バックルファットとか、まあ正直どうでもいいや、フェイスリフト。どうでもよくないやつ。まあどうでもよくないんやけど、けどそんな時に、やっぱり、じゃあ今そういえばなんで整形してたんっていう、そういえばこの旅の目的ってなんだっけってところに立ち返らなきゃいけないね。それは何かみんなが思い描いてる幸せっていうものを、に共感してあげる。だから乗せてあげることが。だからそれって38歳、9歳やったら、するのしないの、結婚するのなんですよ、簡単に。はい。そう。だって子供産む産まない別れるわけやから。いや、そんな質問めっちゃ来るから、私は。そう。で、みんなそう、みんな、オフ会で聞かれることそんなことばっかり。でしょ？だからそれをみんなで、あと2年ぐらい引っ張れる。そう、今日言うなれば、そう。ワンピースで言うと、そのワンピース一つなぎの大財宝みたいのが、それが実はこれ、人生で言う結婚なのよ、今ね。けど、私求めてるものを、みんなが思ってるワンピースじゃなかったっていうのが、最終的ないいオチなのよ、はい。みんながいいと思ってるものと、まあ、世間がね、求めてるものじゃなくて、私はやりたいことをやって。でも最初からもう言っちゃってるもん、私。いや、けどだから、やっぱりそうなのかなっていうフェーズが必要なのよ。だからそれをもう一度やっぱり結婚について真剣にやったから、そうだから俺は常に動画で男どうなんですか、男どうなんですかって言ってるわけ。だからそれに対して梅子は毎回はぐらかすやん、うん、だけどやっぱりそこで言われてる、毎回あいつ言ってくんねんけどみたいな、まあ何もないってわけじゃないし、何も考えてんってわけじゃないからっていうのをどっか挟みたいわけ。もちろんね。そうで、それでたまたまこうやって3人でクリニックで偶然会って、うん、モテキプロデューサー追ってみたいな、うん、っていうフェーズで面白いよね、この転換がね。でこれガチ偶然やからさ。そう、ガチ偶然や。ガチ偶然ですか。ガチ偶然やからだって、ちょうど何の仕込みでも、スケジュール合わせんでも取れたっていう。そんで、あ、でも、まあ、今後そういう相手をさ、あの選ぶのはアロンさんがいいと思う。恋愛系で一応、うん、一番いいよね。完全にっなかったよ最初。こいつ言ってることめちゃくちゃやわとか言って。いや、YouTuber としてはあの尊敬してるっていうか。いや、バチバチやり合ったらいいと思う。バチバチやった方がいい。いや、梅子チャンネルの兆しが見えてきたら、絶対おもろい。これは完全に持続化、給付、アドバイス。いや、分かってる。言われなくても。ちゃうねん。分かってないの。でも、いや、分かってる。だって、まださ、例えば、うちにさ、いや、それを、じゃあ、やらせてやってくれる男がいないから。でも、あるんですよ。
ガチでやるしかない。ガチで。新野さんとっても結構一心一体やから。そう一心一体。そうだって今どうしてもやっぱさ、行くか行かないか、まあそのチャンネルやめるかやめないかの瀬戸際やから、やってみて反応見て。ガチでやる感じなの？どうするの？やらせちゃったらいいけど。うちのチャンネルはもう全然何の下心もないから、もう出すんなら出すし。ほぼ捨ててるからね。全然もう。12万使えるってやばくない？いやー、でも数字持ってないんで。え、けどやっぱそう、なんか12万リーチするだけでもすごい。まあ、サムネに入るからってこと。そう。いや、まあ普通にね、その、単純接触回数が12万あるわけ。新野さんも、新野さんの恋愛が気になってる女子がいると思う。そうか。だって、モテ期名乗ってるけど、こいつの恋愛どうなのみたいな。やっぱずっこけるのが絶対面白いでしょ。だからそこはやっぱ面白くエンタメとして見せるべきやと思う。あ、そうだから結局あなたの実力どうなんですかって。だから、梅子はまあやっぱ今、梅子が自分のブランドに、まあ、あぐらかいちゃうから、だってボイトレ出して伸びると思うわけでしょ。それって結局オナニーなんです。はい、それって別に視聴者はズーマーの歌を歌うことはどうでもいいわけやん、結局。まあ結局ね、まあ、例えば歌手になるっていう夢だったら別だと思うんだけど、うん、本気で歌手目指しますみたいな、うん、言ったら別やけど、だからそれが多分自分が、まあ、自分のファンは見てくれるやろうみたいな感じで、まあ、おもろ、自分が喋れば面白くなるやろうみたいなキャラグラ書いちゃってるから、結局そこにさらにストーリーがあればもう抜群やねこれね。言えてる。ストーリー大筋が予想できる、 なんとなくこうなってほしいみたいなのをやっぱこう最後にへし折るっていうのがめっちゃ面白いね。もうオチが決まってるストーリー、台本書いたらいいよ、まあ、この手順でこういう感じでいくみたいな、アラの撮ってみたいな、でクリニック相談来てみたいな、でまた自分が見たいストーリーいやそれよ、それそれがすごい大事よ。人が見たそうなストーリーを撮ってで、まあ、ここで、まあ、起承転結じゃないけど、うん、ここは、まあ、うまくいきません。で、またうまくいきません、みたいな。で、視聴者も、なんだん、こいつみたいな。このピンクみたいな。で、もう、どん底まで落として、最後、なんか、ふわっとくるみたいな。実は、その、うまくいかなかったのは、自分の、この、ちょっとしたスタンスの違いであって、実は正しかったって、つなげてくれたら、最終的な権威性も保たれるから、いいよねって。うん、そう、なんかもう、超絶頑固で言ってほしいんだよ。あの言ってること全否定みたいな。で言って言ってほしいって。で多分普通に全否定全否定しに行くと思う。いや知らんねん。だからそこで梅子がなんか成長したみたいな人見たいわけよ。それはね、ちょっといい。なんかあのあんな全部頭ごなしに否定してたけど、うん、なんかをきっかけにふとそういうのもありやねみたいな。っていう成長、なんかこう、やっぱ30代後半で頑固になりがちな年やから、うん、やっぱそこで一つなんかこう、梅子、一個上の梅子になるみたいな。っていうのを見たいよね、やっぱね。だから漫画読めっつって。半年ぐらい計画ね、多分。確かに。やっぱクリスマスに向けてやな。せやな。うん、クリスマスになんか、バーンと。例えばだけどなんか、男3人ぐらい立たせて選ばせるみたいな、ようわからんけど。いやいや、クリスマスはあれでしょ、アランさんが。クリスマスにあげるもの3選みたいなやつくれんじゃん私。まあまあ3選、あ、ちょこれ3選使ったやついらんからあげるわ。照れ隠しですね。